いっぱい、もうたくさん、たくさんありすぎて、一つで、一つしか、もう本当にいっぱい買ったし、そうだね、いっぱい実践してるんですけど、一つっていうのであれば爪、あ爪を、そうなんです、ジェルネイルをしてたんですけど、やっぱ爪先までお手入れをするっていうことにハッとしたので、うん、もうジェルネイルを取って。山さんが紹介していた甘皮のケアのリムカ、それで私がバイト時代フィリピン人の友達に教えてもらった甘皮のケアで、それを買って日々甘皮を処理して爪の形を整えてレースを塗ってっていうのをやってます。爪の形もちゃんと変わるっていうのを勉強して、山の白い傘取ってる爪も二枚爪もみんな綺麗な形になるんだって、びっくりしました。あの回は結構衝撃的だったので、教えてくださった先生の爪がネイルチップみたいだったです。あれになれるって思ったらやっぱ頑張れるので、うん、あれは爪をやっぱすぐに実践しました。私はあのタッチアウト方法、夕方になったらだんだん化粧が落ちてきてカタカタ飛んでくるんですけど、それをまた蘇らせるというのを教えていただいたので、うん、長い顔を感じにその乳液オイルを垂らして、うん、なったんとか、うん、っていう情報を教えていただいたので、それは詳しくお番組を見ていただきたいんですけれども、なんか日常ですごく使えるテクニックがたくさん散りばめられている番組なので、自分に合いそうだなって思うものとか、自分のライフスタイルに合うものをあの取り入れてもらいたいなと思いました。すごい勉強になることが毎回多いです。うん、細かい、でも多分自分に当てはまるのありそうです。そう、いろんなものを増える。増える。本当にマイクだよ、マイク。アマゾンのこっち。そうなんですよね。私も実はあの爪なんですけど、爪がもう本当に薄くて、で私は本当その反り爪、だからもうそれをどうにかこう綺麗に綺麗にいい形にしたいなと思って、ちょっとコンプレックスだったんですよね。でやっぱその爪の回の時に先生にこうケアの仕方を教えていただいて、で私自身こう甘皮の処理とかをもう自分で道具一式揃えていつも自分でやってたんですけど、やっぱそのやり方自体が間違っていて、うん、っていうふうにこうやっぱ正しいやり方を教えてもらってから、その方法でやるようになってから、やっぱちょっとこう甘皮の生え方速度が遅くなったりとか、うん、っていう効果もこう自分で実感できているので、それを今ちょっと爪の成長を今楽しみにしている時期です。今日の収録で皆さんに教わったことで、今日の夜ぜひ実践したいと思うことなんですけど、うん、あの小林さんや美容家の方に来ていただいて、601円塗り、うん、水水水水最初500円玉台で塗ってから、今度100円玉なので、今度は上下で縦塗りで塗ります。で、最後1円でトン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 っていう、なんかそのテクニックも絶対今日やりたいと思った。今日やるよ、やるよ。今やりたいんだもん、すぐにね。我慢して今日の夜行きます。